そう、今週は、今週今日日曜やな。ってことは来週か、来週が本当に結構ギチギチにいろいろ詰まってるので、だからさすがに失敗したくないなと思ってあんま変えずにお願いした。うん、てかさ、今さ一瞬さ、きょんちゃんのショールームを見たの。 AKB のメンバー配信やってんなと思って、きょんちゃんがさ背景がねあれみたいになってるの。ズームみたいに背景が変え、背景この枠の背景じゃなくて、あのここの背景を変えてるの。あの子は PC パソコンやと変えられるってこと？いいなぁ、そこにしも変えたい。そこにし、そうだから最初さ、そんな設定あんのかなと思って一瞬見ててんけど、携帯にはなさそうだ。買うって。絶対買わない。絶対買わない。うん、こう携帯でもできるようになったらいいな。なんでやねん、大西の人生には必要ないんだもん。だって今のところね、もし将来こうさ職が変わってさ向こうで使わなあかんとかってなるんやから、ほんそら買わなあかんくなるやろうけど、今のこの人生は今生きてる上では必要がないから、うん、わないな。背景やってみたいならありじゃん。あなたパソコンがいくらするか知っている？めちゃめちゃ高いんだよ。iPhone より安いよって。 iPhone はさお仕事として使わなければいけないじゃない、携帯って。そう、これがお仕事道具みたいなものだからさ、パソコンはねめちゃ使わない。うん、仕事道具はケチらないと。大西がパソコン持ったところで使うと思う？大西にとっては仕事道具 にならないのよ、使わないから。そう、だから仕事道具をケチらないというなら、大西は iPhone をもとても高いのを買うってことになる。だから iPhone は私高いの買ってるんだよ。自撮りとかいっぱいデータが増えるから、一番容量がでかいやつにして、そこはちゃんとケチってない。そう。
まだ背景のこと言ってるので、違う違う、この背景じゃない、こっちの背景、そう、そういう機能があるんだっていうのに気づいたのよ、初めて。うん、そう、こっち、これじゃない、そう、バーチャル背景、バーチャル背景って言ったら分かるかな、うまっ。ごちそうさまでした。おいしゅうございました。うん、iPhone できないなんて、 iPhone できないっぽいのよ。そう、今日雨大丈夫でした？って、大丈夫やった、もしがね、帰ってくるときは降ってなかったのよ。そうだから大丈夫だった。これ今からだもんね。明日も仕事って、明日、そうなのよ、明日結構一日って感じやから、そうね、20日は休みのとこが多いかもね。ラジオできないかね、明日帰れるのかって、帰れない、帰れないでしょうか、大西は明日。本当に。でも今日もね、なんか今日でさえなんか今日遅延してたとこあったよ。タクシー用意してもらってって、ほんまや、タクシー用意して、でも大体電車だからね、帰るときは。関西は電車止めるって言ってましたって。助けて、それないのかな、明日台風。電車動いてますようにって、ねえ、どこで誕生日を迎えるのかってね、ちょっとみんな予想しといて。じゃあ大西が今年の誕生日20日なんですけど、もうちょっと今年の誕生日はどこで誕生日を迎えることになるか、あの日付が変わる瞬間ってことね、20日になる瞬間。選択肢1、電車の中。選択肢2、タクシー。選択肢3、ただの帰り道。選択肢4、お家についている。さあどれかな。
ただの帰り道。さあどれだろうかな。ただの帰り道って、そう、あの配信がね遅いんだよね、わりかし終わるの明日。そう、明日ね、もし朝お稽古してその後取材、じゃその前か、取材してお稽古してその後収録して、でそっからみんな何人かで配信向かって、配信がだいぶね、そう夜遅いんですよね、終わるのが。知らんけど、知らんけどね、何時に終わるのか知らないけど。でもそう、だからお仕事からの帰り道になり得るので、だからそれの意味での帰り道。そう、そうだ、10時半からだもんね、だから遅いんだよ本当に。レイジマタギの配信はってしないです。大西は毎年してないです私は誕生日またぎの配信は今までしてないですなのでしないですそう、じゃあ今年初めてしないです誕生日またぎはしないですそう、日をまたぐ配信は大西はあれぐらいちゃう、年越し配信ぐらいちゃうね。年越し配信、あのお仕事がない時はね、年越し配信今まで全部してきてるので、お仕事あったとてできる時もあったから、そう年越し配信はひまたぎしてるんですけど、誕生日はしないですさっがんこさんだ、確かに頑固だね。大西の誕生日ひまたぎ配信なんていらんでしょいらんでしょいらないよ、早く寝なさい早く寝なさい、本当にみんな普段寝てないんでしょ、どうせ仕事とかなんやら忙しくしてんねやんから寝ろ寝ろ、寝れる時に寝とけ、一緒にお祝いさせてってツイッターする恩師もだって結局はさ、誕生日になる瞬間なんて一人なんだからさ、一人でわーおめでとうってやんないから大丈夫。そうだから普通に20日普通に夜に多分配信するので、それでよかったらおめでとうって言いに来てくれたら嬉しい。そう、しかも大西は9月20日0時00分00秒にまだ生まれていません大西が起きた、あの生まれたのは明け方です、まだ生まれてませんそう、大西は4時朝の4時何分とかに多分生まれたみたいな、なんか聞いた気がする。そうなのよそう、4時。そう。
じゃあ朝に配信だねって。ちっちっちっち、 AKB は朝の4時には配信ができないのです。そして寝なさい。寝るんだ、みんな、みんな寝るんだ。寝てくれ。そして大西も寝ている。そう、私も寝ている。起こさないでくれ。睡眠を取らせてちょうだい。やだって、やだじゃないの。やだじゃないんだよ。うん、起こしますよ。大西ね、あれだよ、朝起こされたらね、本当に機嫌悪いからね。そうなのよ、機嫌悪いっていうかね、テンションがねめちゃめちゃ低い人間なんですよ、朝。本当朝っていうか寝起き、朝苦手だもんねって。そう、朝本当に苦手なんですよ。で、朝っていうか、その起こされた時、起きた瞬間っていうのかな、本当にテンションがマイナス。マイナスいっちゃってるのよ。そう、だからみんな大西のこと起こさない方がいいよ。そう。寝起き悪いんだねって。寝起き悪いの、大西。寝起きいい人間になりたいって本当に思う。それはアイドルとしてどうなの？え？寝起きについて？アイドルとしてですか？アイドルとして寝起きが悪いのがどうかという今あの議題が出たんでございますが、寝起きの瞬間はアイドルではありません。そうです、まだプライベートです。そう。そう。勤務時間ではございません。そう、私まだ朝寝起きは勤務時間ではございません。なのでまだアイドルではございません。なので、あのアイドルとして寝起きが悪いのはどうなのかという質問なんでございますが、まだあの勤務時間外ということなので、まあ、それに関してはまあまた別問題なのかなって。勤務時間外なので。そうですね、はい、どの時点でアイドルになるの。まあでもそうですね、まあ勤務中はまあアイドルとしてまあ活動させていただいているので、まあそうですね、まあ、集合時間が例えば朝の10時だとしたら、タイムカードを押してだから、そう、あのタイムカードをあの押させていただいて、そこからあの私のアイドルの日常が始まりますので、そうですね、タイムカードを押してタイムカードを切って、そうですね、その時間内はアイドルとして活動させていただいてます。そうですね、はい。そうです。今はまだアイドルって
この時間ですか？この時間はですね、勤務外なので今はアイドルではありません。はい、今この時間帯は勤務時間ではございませんので、アイドルとしての活動はしておりませんので、今ただの普通の大西ももかでございます。そうですね。そうですね。そうですね。あとちなみにレッスンとかお稽古とかも、あれは一応アイドルスイッチは入っていないので、またそれとこれとはまたいろいろある。まあ今はプライベートの時間を過ごさせて私いただいているので、アイドルやったらもっと美味しい。アイスいいこと言ってるよ。今これを大西がお仕事としてやっているなら、もっとアイスをよくしてると思うよ。もっとちゃんとアイドルしてると。そうそうそう、そう、そうなんです。一瞬やってみてって、でも給料ないからな。いや、まあでもまあじゃあお仕事として申請していただけたら、まあ私も今勤務時間外なんですけれども、まあ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 アイドルすることはまあできるんですけれども、あかんで、あかんで、そういうことじゃないで、あかん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 かん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 、あかんで、そういうことちゃうで、違う違う違う、やめなさい、投げたら怒るよ。ほんとダメ、ほんとダメ、怒る、押し切るからね、ランキング読まずに切るからね、ダメでしょ。ダメですよ、ほんと絶対ダメ、ほんとに切るからね、おにし。はい、嘘だよ。嘘だよ。そう、ちゃんとだってさ、自分の配信とさ、なんだろう、たまにさある配信あるじゃない、ちゃんとショールームのスタジオに行ってみたいな、あの時こんなんじゃないでしょ、大西。違うでしょ。今は。腰痛。でででででで。骨がバキバキなります。アイドルの時は骨鳴らすの、アイドルの時もね、たまに骨鳴らしちゃうのよ。そう、アイドルの時これ癖なんですよね、骨鳴らすの。そう。なんか骨鳴らさないとなんか詰まってる感じがしてなんか嫌なんですよ。そう、気持ちが悪くない、なんかわかる、なんかうーってなんか鳴らさないときついんですよ、なんか。そう、
でもそれで指骨太くなっちゃったって。骨鳴らすと太くなるって言わないけって。太いよ大西、わかるかな。わかんないか。あ、ちょっとごめんね。 中指わかるかな。この真ん中だけね太い、わかる。わかんないか、あんまり。なんかわかる、この真ん中、この関節だけ。だからね、あの指輪とか入れるとき、ここで入んないみたいな。でもここはスカスカみたいな。そういうもん。そう。だからねえ、そう。ここに合わせると入るは入ってもギリ抜けないんですよ指輪。そう、でもここに合わせるとスポーンってどっかすぐ行っちゃう指輪。だからあんまつけれないんですよね。そう、自分がその何号みたいなのも知らないからさ、指。え、みんな何で測ってるんだろう。私指輪何号みたいな。え、どこでどうやって測るの。あ、お店行かなきゃいけないんだ。測ったことないや。30分ぐらいやってるけど、時間平均って本当にもうそんなやってる。早いね。あとじゃあ10分したら終わるわ。今何時、ちょうど枕でね、時計が見えないんだ。あ、28分。あ、ありがとう。じゃあ40分に終われるようにするわ。指輪ね、そっか、お店行かないと分かんないんだ。高いところで指輪って買ったことないや、大西。うん、高くて1000円とかって。1000円もせえへん、大西買う指輪なんて。300円ぐらいちゃう、知らんけど。うん、安って、安いよね、安く売ってるの。うん、安くてデザインいいのたくさんありますもんね。ね、あるよね今いっぱい。こんだけリーズナブルって。まあでも価値観よね。ほんと価値観よね。なんかほんとそう思う、大西。何にお金を使うかってほんとに人によって違うよね。それこそさ、その指輪とかさ、ファッション、身につけるものに関してお金を使える人と使えない人がいるじゃない。ね。そう。それこそゲームだったりさ、ゲーム内の課金とかさ、絶対しない人はしないじゃん。でもする人ってめっちゃするじゃん。ね。それこそさ、アイドルとか、なんだろうね、その好きな推しメンとかにさ、のライブを見に行く、そのなんていうの、推し活に使える人と、推しのために遠征
いやいやいやってなる人もいるじゃない。推しのためっていうか、なんだろうね、アイドルのためにみたいな。ほんと人それぞれよね、価値観。大西一番何に使ってるんだろうな。みんな何に使ってるの、お金。なんかそのなんだろう、自分の家賃とかそういうのじゃなくて、何に一番かけたい。ご飯かなって。ご飯いいよね、アイドル。あ、やっぱ推し活や、推しやって。あ、服推し、 CD 推し。あ、釣りやって。あ、釣りの道具か。お話し会推し、ゲーム、車。あーね、車ね、車ね。髪の毛、お仕事、ピアス、ライブ、ロードバイク、旅行、劇場公演、推し、子供、大西、カメラ、カメラ、楽器、旅、趣味。あ、釣りが趣味の人多いのか、結構。あー、へー。あ、自転車、家庭菜園やって、めっちゃいいじゃん。遠征費、おー、いいね、すごい。 YDK、 あ、もうがっつり趣味だね。ゲーム、ゲームいいよね。旅行、旅行もいい。友達、友達と遊ぶっていうのもね。え、何 YDK、 あれあれ DYK D、 何 DY、 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 DIY なんてなんてなんてDIY なんて言ってほしい。 YDK やればできる子だから、おいしそうあー、でもね、なるほどね なるほどね。大西何に使うんだろう。でも趣味、確かに釣りとかって道具絶対高いもんね。大西何に使ってんねんやろ。服なのかな。服、もし何にお金使ってるんだろうね、本当に。衣食住、でも本当にそうなのよね。趣味っていうか生活、ご飯、ご飯、必要なもの以外だと、必要なもの以外だと、そう、そういうことよね。例えばまあ、ご飯で言っても朝昼晩のご飯っていうかをすごく豪華にしてみるっていうのはありやもんね。でもそれをなしでってことやろ、あの、衣食住、なんか必要なもの以外。え、もし何に使ってんのやろ、マジで。え、なんかマジで電気代と水道代みたいないや、水道はね、わりかし使ってるのよ、大西
シャワーずーっと浴びてるみたいな。そう、シャワーをずーっと浴びてるみたいな。そう、ぼーっとしながら、すごい、なんか別に洗い流すためでもなく、シャワーをずーっとずーっと浴びてて、はあ、それはどう？そう、ぼーっとして、湯船は浸からないって。湯船浸かる、浸かる時もあれば浸かんない時もある、どっちもある。そう、もったいないよって思うじゃん。それと一緒じゃない？それ、そういうことでしょ？だってそういうことでしょ、今話してるのって。そういうことでしょ。そうだから、みんなが推し活とか、その釣りの道具、趣味の道具を買ったりとかしてる感じで、大西はシャワーを浴びてる。そう、そういうことよ。それで贅沢をしてる。本当、そんぐらいしかないです。本当に趣味見つけたいね。そうね、終わるわ。終わるわ、ありがとう。はい、じゃあランキングの方を1位の方から読んでいきたいと思います。いきますよ、1位、ゆなみねぎすけ、アットマーク、あ、これなんて書いてるんだろう。今日が誕生って書いてるから、きっと今日が誕生日なんだろうな。きっと今日が誕生日なんだろうな。ごめんね、これ大西ね、なんか全部の名前が読めなくなっちゃってね。あ、ありがとう、ありがとう、みんな教えてくれて。今日が誕生日なので1位になりたいので投げます、参加、 ありがとうございます、イエイ。じゃあ後で、後でもう一回読みますね。そして、2位がハギハギアットマークももちゃん大好きさん、ありがとうございます、イエイ。そして3位がサトチアットマーク大西軍さん、ありがとうございます、イエイ。そして4位がおやちゃん、ありがとうございます、イエイ。そして5位がよちゃんとゆうさん、ありがとうございます、イエイ。そして、6位がエイトさん、ありがとうございます、イエイ。そして7位がコバアットマーク大西おしさん、ありがとうございます、イエイ。そして8位がケイジさん、ありがとうございます、イエイ。そして9位がじゅんぺいさん、ありがとうございます、イエイ。そして、10位が、つばささん、ありがとうございます、イエイ。そして11位が KITT さん、ありがとうございます、イエイ。そして12位がカッキアットマークきみせんアンドレジ、レジスタンスイレブン、あ、レジスタ11申し込み明日までさん、あー、ありがとう、コメントで書いてくれてありがとうございます、イエイ。これ本当どうにかなんなんのかね。そしてラスト13位が黒芝のリコテンさん、ありがとうございました、イエイ、ありがとうございます。ほんとどうにかなってほしいな、これね、名前前まで表示できてたのに表示できなくなっちゃった。よし、じゃあ、タワーの方を読んでいきたいと思います。ゆうなみねぎすけアットマーク、今日が誕生日なので1位になりたいのでタワー投げますさん、合ってたかな。ゆうなみねぎすけさん、ゆうなみねぎすけさん、ゆなみねぎすけさん、タワーありがとうございます、ありがたわ。そしてお誕生日おめでとうございます、ハッピーバースデートゥーユー、お誕生日おめでとうございます、イエイ、ありがとうございます、ありがとう。
ということでですね、本日はこの辺で終わりたいと思います。では、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもやっぱりそこは、せーの、うまいろー。はい、ありがとうございます。奈良県代表の大西桃佳でした。今日も見てくださった皆様、本当にありがとうございました。ではおやすみなさい。ありがとうございました。バイバイ。